ちょっと今になっていろいろ込み上げてきちゃって。そうか、仕方ないわよね。恩人の人対面してすぐにどうにかなるわけないわよね。シアーネさんと昔最後に会ったのはいつなの？8年前です。だから私が10歳の頃です。確かその時もお父さんから連絡が来ていきなり言われた記憶があります。もう明日からはシアーネは来ない。え、なんでですかお父さん。いきなりそんなこと言われましても。来れないと本人から連絡があったんだ。受け入れろ。だって私、まだお礼だって何も。あれ、頭の事情を知らねえガキが出しゃばるな。お前は言われた結果を受け入れたらいいんだ。怒ったなら返事しろ。はい。毎月の振り込み額は増やしておく。あとは自分で自炊して自分で何とかしろ。いいな。わかりました。ひどい。事情がわからない10歳の女の子に怒鳴りつけて無理やり納得させるなんて。でももしあの時シアーネさんの死を知って気が動転していたのなら仕方ないと今なら納得できます。それに昔からお父さんは私のこと、嫌いなんですよ。嫌い、自分の子供を嫌いな親なんて。いいえ、そうなんですよ。実際お父さんは私に目を合わせませんし、おそらく声も聞きたくないんだと思います。さっきお父さんに電話しましたが、私のこと興味なさそうでしたし、最後私が言い終わる前に切りました。なんで？わかりません。正直9日にお父さんも帰ってきますが、正直気まずいです。それ、私がいてよかったの。無理やり来た自分が言うのもなんだけど。いいんですよ。私はずっと月下先輩にお世話になった恩返しがしたかったんです。こんなことで返せる恩だとは思っていませんが、少しでも返していけたらなって。ことかちゃん、そんなこと私は。わかっています。求めてないんですよね。でも返せるうちに返しておかないとこの先ずっと後悔するってわかったので。だからずっと返させて、そしてまた作ってください。それで私たちがおばあちゃんになる頃までずっとそうやっていきたいです。ふふ、ことかちゃんったら結構むちゃくちゃなこと言うのね。はい、わがままです。だから月下先輩もぜひ専属神になってくださいね。わかったわ。あまり後輩を待たすのは性に合わないし、もう今回でしっかり専属神の椅子を掴んでくるわ。はい、お待ちしております。さあ、寝ましょう。許可をもらったのなら明日からメリアちゃんの専属神講習でしょ。ハードよ。そうですね。起こしてしまってすいません。辛くなったらまた起こして、私でよければいつでも聞いてあげるから。ありがとうございます、月下先輩。何、こんな薄暗い場所に呼んで、今上で大会の調整をしているのだけど。笑わせないで、あの程度の奴らと8であなたの相手になるわけないじゃない。ええ、だから手加減をする調整をしているの、自身のレベルを下げるのも大変なのよ。そこまでして大会に今更何の用があるのよ。わかるでしょ、器を見つけるため。今大会は今まで出場してこなかった人材が多く参加してくる、それも世界テロのおかげ。今世界テロが起きたおかげで各世界の闇の勢力がここぞとばかりに動きを見せている。この大会はそれの抑止力となっていた地球防衛軍の実力を見れる。他の闇組織からしたら絶好の機会なの。でも出てくるとは限らない。そうね、でもそれでいい。さっきも言ったけど今がチャンスなの。だから私も動かないともったいないでしょ。また入ろう。ルン、あまり強がるな。お前は私の器であり、大事な娘、誰よりも幸せを願っている。お前くらいだ、私に無礼を働いても怒らないのは、もっと気を許せ。実験結果から生まれただけだろう。ああ、だがそれから誰がお前をここまで育てた。まあいい、とりあえず8はいい器になる可能性がある。そうなれば引き抜きを考えないとだな。ダメよ、8は私たち毒虫の大事な戦力、引き抜きなんてさせないわ。そう、毒虫のメンバーは私から見るとグレーが多い。その中でも8は一番ホワイト側よ。ブラックが闇サイド、ホワイトが光サイド。つまり闇の組織はホワイト色が強いほど組織から抜けやすく、光に戻りやすい。私から見るに数名は完全に闇落ちしているけど、まだ数名は落ちきっていない。今のままだと人材がうまく使えないと思うけどね。特に8、あの子は今の毒虫の作戦を破滅に向かわせる要因になる。あの子は情がある環境で非常になれない。何をわかったような。じゃあ8にリンを殺せと命じたとしよう。おそらく8は殺すより逃がすことを考えると思うけどね。否定は、できない。はっきり言っておく、お前らの作戦は失敗する。そして必ず数名は死に、数名は生き残る。私はその生き残りに8が含まれていると考えている。なぜなら彼女は光側だから。ずるい。そうやって誘導するなんて。経験の差よ。だから今は確か、毒虫の作戦の後に私の懐に入れるか、はっきり言ってどっちでもいい。なんなら私が光側に混ざって人材だけ奪うこともできるしね。くそ、下道が。人の作戦を遊び感覚で。まずは大会で器の選定、今見つけている器ももっと見定めたいし。ここまで今が楽しいのは3年ぶりよ。ワクワクしちゃうわね。ふん、全部思い通りになると思うな。私は必ず成し遂げる。
なるわよ。何せ私はアンテの消滅を的中させたほどよ。今この世は全部私の予想通り、手のひらの上、来る時に世界はそれに困惑し、気づいた時にはもう遅い。まさかシャーネが消滅するとは。俺の悪試験を使ったリクラも消滅、さすがにこの時期の反乱は半端ものでは無謀か。本来ならあの襲撃の段階でシャーネ以外王手を打たれていた。どうするつもりだシャーネ、ここまでの失態を起こし、お前だけ何故生きている。いえ、私も想定外だったものでね、まさか他の市長をこうもあっさり倒すとは思わなかったからね。もういい、どうせこいつらのやっていたことは大したことなかったからな。今ある死体で一番実力があったのは公爵のリクラか。使うの？ああ、俺も表で動きたかった。リクラの器を直せば俺も表を歩くことができる。シャーネ、お前は残りの器を回収しておけ。防衛軍の奴らに回収でもされたら入手が面倒だ。はいはい、なら私の影にでもしまっておくわ。なら俺はリクラだけもらっていくぞ。ねえ、なんであなたは表に出ないの？出たらここまで面倒なことしなくていいじゃない。ノーアルタカは爪を隠す。何事も悟られたら終わりなんだよ。だから念入りぐらいがちょうどいい。お前も用心しておけ。そんな余裕な態度を見せていたら足元すくわれるぞ。わかったわ、ベルディア。おかげで情報も得た。大会があるおかげでこれから先闇が照らされなくなる。この大会中は俺が動こう。あいつらの尻拭いをしてやらないとな。さあ主様、訓練開始3日目のわけだが、手応えはどうかな？攻撃に関しては以前に比べて自信はついたかな。そうだろうな。何せ私の教えは主様が本来覚える可能性の技術、つまり覚える効率を最大限に優先した技術だったからね。確かに私もこの3日間見学してましたが、見事としか言いようがありませんでしたね。メリアの教えは間違っていなかった。だからこの短期間で身につけれた。さすがは主の心臓、もはや私たちと遜色ないレベルだ。寝るが人を褒めるなんて珍しいですね。私だって褒めるときは褒める。そして主様には予選はとりあえず置いといて、本戦までの間ミエルと戦って1本取ってもらう。え、大丈夫、ミエルって戦えるの？主様、私は戦士の中でも上から4番目、強さだって本物だよ。今のミエルは本来の契約をしていない分雑魚だが、それでも守備に関してはズバ抜けている。雑魚って、それはネルの制限。まあ、攻撃に関しては今の全力の主様と同格、多分ちょうどいい。守備だけは天使だけあってさすがといったところだがな。わかった、じゃあミエル、大会までの間よろしく頼むよ。ふふん、優しいだけの私だと思っていたら痛いしっぺ返しを食らうんだからね。あ、ご主人、もうそろそろレイカさんたちが東京に到着する時間ですよ。マジか、ちょっとごめんネル。ミエル、俺ちょっと用事あるから二人はここで待っててくれる？いや、行こう。敵となる相手の判別をしておきたい。私は今大会では専属コーチ、ミエルは専属マネージャー。戦略とケアは怠るつもりはない。わかった、ならとりあえずミエルのその羽と輪っかを隠して目立つ。あとネル、その服も目立つから私服に着替えて。おお、女泣かせの主様、人の清掃を邪険に扱われると傷つくぞ。いいじゃん、私天使なんだし、むしろみんな私を見てハッピーになれるなら天使冥利に尽きるし。いやミエル、お前の場合は痛々しい天使コスプレ女が出歩いてるだと思うぞ。コスプレじゃないもん、本物の天使だもん。とりあえず時間はありませんから早く行きましょう。わかった、じゃあ二人とも準備していくよ。わかった。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。